はい、皆さんこんにちは。そろばんチャンネルです。まあね、まだ大変な日々が続いておりますが、まあちょっとね、今日もなんていうのかな、毎日ね、同じことを話しているとあれなので、そろばんに関することではあるんですけれども、これってちょっとどうなのみたいな。やっぱりそろばん界の中でも、やっぱり僕はいつも外部からの視点っていうのを持ちたいんですね。まあそろばん教室で確かにそろばん塾経営しているんですけれども、やっぱりその内部だけの、観点だけで持ってしまうと、なんかガラパゴス化、それこそね、してしまうっていうところがあって、やっぱりね、今日の話を、まずしていきたいと思いますけれども、大学生とか高校生、まあ大学生がメインかな。で、大学生になると、例えば、地方から、例えば東京に来たりとか、まあ例えば地方から大阪行ったりとか、まあ首都圏の大学に進んだりする人って、まあね、結構いると思うんですよ。まあ僕ちょっと東京に住んでる人なので、まあ、ちょっと首都圏の話にするんですけども、それと例えば、ある県から、こっちに移ってきて、で、例えばソロバン教室で、あるところでアルバイトしますと。ね、その人以外もそうなんですけども、そういう人たちが多分結構いっぱいいるんですね、ソロバン業界です。まあソロバン好きな人ってね。で、そうなってきたときに、例えばね、そろばんの大会どこかで出ますと。ね、出ますって言ったときにね、これ、大学生なんですよ。いいですか？大学生なのに、僕はおかしいと思うところは、例えば、今所属しているそろばん教室で出るのか、それとも、いや、おかしくはないかもしれないですけど、それとも、もともといたそろばん教室の名前で出るのか、っていう問題があるんですね。で、多分、そろばん習っていた人って、多分もともと所属していたそろばん教室の名前で出ることが多いんですよ。出ることが多いです。でもそれってよく考えたらおかしくないですかってことなんですよね。今例えばそのそろばん教室でアルバイトをしているのに、以前お世話になったそろばん教室の名前で出る。まあ悪くはないですよ。悪くはないんだけど、あなたの今の所属先ってどこなんですかっていうのはありません？これ例えば、読売ジャイアンツに、僕は巨人ファンなんですけども、野球の話ですね。巨人にいるのに、昔お世話になったドラゴンズとかね、大会に出る、試合に出るって、なんか意味わかりません？意味がわからなくないですか？っていうことがあると思うんですね。で、僕は、あれなんですよ、ソロバンの大会ですごい活躍している選手の名前、もちろんすごく見るんですけれども、今どこに所属しているかっていうの結構気にするんですね。今、あ、この人ここで活躍してるんだとか、もともとここにいたけどここで活躍しているんだなっていうのがやっぱり知りたくて、で、大会って最新の大会なんで、やっぱり昔の所属先とかを知りたいっていうよりかは、今どうしてるのっていうのを、まあ、だって昔のだったら別に遡ってみればいいわけなので、まあ要するに何だろう、やっぱ僕でそろばんってスポーツだと考えてるんで、スポーツだったら当たり前ですけど、今の所属先ですよね。今の所属先でプレイしている。もしくはまあ教えていたとしても、今そこにあなたを所属しているんだよと。ね。だったら、そこのそろばん教室も今頑張っているんだよっていう。ね、私が教えていて、この教室のアピールをしたいとかっていうになれば、別に今それは悪いことじゃないと思うんですね。で、何が言いたいかっていうのは、もうこれはね、一つで、最重要なポイントは、もともと習っていた先生の、なんていうんですか、力が強すぎるっていうところがポイントなんですよ。これ言ってる意味わかりますかね？これソロバン業界の闇じゃないですけれども、ちょっと僕はどちらかというと闇だと思ってるんですね。なぜか昔習っていたソロバン教室の先生の力が強すぎて、いや、それはそうですよ。それはわかります。わからなくはないです。ね、散々その先生がお世話になってきて、で、それで散々その先生がプリントたくさん印刷してね、読み上げたとかもたくさん読んで、で、それで育って、その人がその時に日本一になったかもしれません。日本一になったと思います。ね、そうやって日本一になれた人なんか特に、それは恩師との結びつきというのもともと大きいですから。でも、あなたは今どこにいるんですかと。ね。あなたの今の人生、今はどこで、所属しているか。もちろんあれですよ。別に今、そろばん教室でどこかでアルバイトしているとかじゃなくて、もともと、なんていうのかな。今だからそろばんやってなくて、普通に大学行ってるだけですとか、普通に就職してますっていうんだったら、まあ別にもともとそろばん教室とかで出てもいいですよね。だけれども、まあ例えば、所属先の企業とかもそうですけど、あ、この人は、もともとここにいて、この企業に勤めたんだって言ったら、企業の、なんていうのかな、企業のアピールにもなるわけですね。こんなにそろばんすごい人がこの企業にいるとか、で、そしたら、あ、その人についていこうと思って行ったりするわけですね。あ、ここの企業だったらこの人がいるから入ろうとか。ね。でも、そろばん教室って、まあ、なんていうのかな、そろばん、だからとにかく、その時に所属しているところで、僕は大会に出るべきだと思います。これは。まあ、これはもう僕のあくまで一つの主張なので、もちろんね、自分がね、教えた、ことある生徒が、もちろんね、他のところで出るのは気に食わない。気に食わないっていうのが正直ね、正直多分あるんです。ね。で、生徒もそれを感じて、あ、じゃあ先生に一応聞いとかなきゃいけないかな、あ、やっぱりダメか。でも、やっぱりダメかっておかしいんですよね。やっぱりダメか。あなたの意思はどこに行ったのと。
もう大学生である以上、それから大学生以上であれば、もうほとんど、もう今からだったら18歳以上は成人ですよね。それなのに、昔の先生のことを言うことを聞いて、それの通りに従うのか。ね。それで、それこそ自立できてないんじゃないのと。ね。わかりません。その、もともと習ってきた先生がどのように、その人に言うかはわかりませんけれども、だから僕はね、だからちょっとやっぱ話聞いてて、ある先生から話を聞いてね、それちょっとやっぱおかしいんじゃないのっていうことがあって、まあこれ YouTube でお話をしているんです。何が正しいか何が間違っているかは分かりません。いいですか？これ YouTube 聞いた人たちが皆さんそれぞれで考えてくれればいいことであって、なんていうかな、僕はその時点、今どうなってる、新しい情報はどうなってるっていうことがやっぱり大事だと思うので、いや、過去の情報はだから記録の遡って見ればいいんですよね。30にね、それはこっちで、まあ、こっちっていうか、まあ、成績表を僕結構たくさん好きなんで見るんですけども、ね、この有名な選手がこんな企業入ったんだとかね、でそしたら、今度はこういうところにスポンサーしてもらうのもありかなとかね、まあそんな、まあ、だからその番組がどのように広がっていくかっていうことを考えているので、とにかく自分一つだけ、まあ一つのソロバン教室でね、物事を続けるっていうのも確かにいいことかもしれないですけどもね。だって人間っていろんなところに移り移っていくわけですからね。その時点でここにいる、その時点でここにいる。ね。で、これでそれでそこの場所で活躍している。ね。で、それでとにかくソロバンをだからいろんなところでやる。ね。所属先で出たとしたら、いいじゃないですか。あ、ここでもソロバンやってる人がいる。ここでもソロバンやってる人がいる。ここでもソロバンやってる人がいる。それで就職先があったら大学生そこに行きたい。大学生、大学の名前で出ているのであれば、大学名で出てるところが最近増えてきて、僕はそれすごいありがたいと思うんですね。誰かで大学で手段研究会とか、手段サークルがあるところを探している人って実はいっぱいいるんです。高校生とか。ね、中学生で例えば高校に手段部あるかな、どうかなって気にしてると結構実はたくさんいるんです。小学生で、中学校に手段部作りたいなとか、あるかな、どうかなって実は気にしてる人いっぱいいるんです。うちのソロバン教室でもそうなんですけれども。で、まあもちろんなかったら作りたいとかっていうのはあるんですけども、やっぱり作るその大変さと、もともとあるところに行きたいっていう、まあなんていうんですか、その欲望みたいな部分っていうのは、まあなんていうのかな、もともとある方が、まあどちらかというとモチベーションになりやすいですよね。もちろん一から作れる人がたくさんいたらいいんですけども、僕は一からいろいろ作りたい人なんですけどもね。まあ、そんな感じで、どっちの人数が多いかって考えたらね、やっぱりもともとあるところに行きたいっていうのが多いと思うんでね。ぜひまあその辺ですね、そういったことを意識しながらですね、これから今まで日本一取ったことある選手とかね、まあいろいろ上手になってる選手だからこそ、今どこに所属をしているのか、どこでそろばんを教えているのかとかっていうことをね、もっとね、前面に押し出していいと思うんですよね。うん。で、もともとだから僕も YouTube で、こうやってまあ喋っていますけれども、なんていうのかな、やっぱりまだ発信力が少ない、この業界。だって皆さんこの YouTube 見てる方、日本一ってどれくらいのレベルかって、なんとなくしかわかんないですよね。なんとなくもわからないかもしれません。で、その場の中にはね、ずっと名人守り続けている土屋弘明さんの名前をね、知らないっていう人もいるんですよね。でもこれもどうかなと思うんですけど、これは、あれなんですね、主団体が頑張ってあんまりアピールしてこなかったっていうところなのでね、ぜひまあそのままやってる人はですね、土屋弘明名人ぐらいの名前はね、覚えておいてほしいかなと。ね、で、今年も11月の終わりにね、多分僕、流行ってる病の関係もね、多分落ち着いて、普通にね、今年も名人戦っていうのね、やると思いますけどもね、それはトーナメント戦っていう形になってるんでね、ぜひあと足を運んでいただいて、まあ、清志有明っていう場所ですけどもね、まあ僕も多分委員をきっとやってるかもしれません。どこかね、まあ今日2年前はね、記録担当みたいな形で、なかなか中では見れなくて残念だったんですけどね、まあそんな形でですね、まあいろんな大会があって、その人の所属先、今どうしてる、ね、今どうしてるかが大事なんです。もう過去は、過去よりも今、ね、今よりも先行って、人生って先にしか進まないですからね。ということでね、皆さんね、まあ、積極的にね、明るい未来をなんとか生きようと思ってね、まあ、大変の中ね、生きていってもらえればいいと思います。ということでね、皆さん良い一日をお過ごしください。さようなら。